バルサ阿部広樹、ピンチ。バルサ B の阿部どこ行った？昨シーズンいっぱいで満了、次の契約未定。大怪我してから続報なし、ま、悲しい。18歳久保がレアル B かリーガ1部にレンタルか言われてた時にお前らが、リーガの2部3部払いから怪我させられるから絶対あかんって騒いでたな。珍しく正しい意見やったと思う、わら。なんか可能性感じたけどスペで全てを失った。ピピは普通に実力不足で落ちていった。今リーガ被ってピピ阿部の他に誰かおる？バルセロナの高橋。安倍派20歳超えてバルサ B とか、移籍した段階でそもそもおかしかった。このまま終わるか怪我から復活するかやな、もったいねえわ。